久保さん。あのね、昔、シルベスター・スター・ローンだったっけなちょっと、なんか、うろ覚えなんですけど、衝撃的な。うろ覚えだけど、記憶に残ってるやつがあって。なんか、その映画はね、その映画は、なんか、未来に行っちゃうのかなで、その、なんか、あの、その未来の年では、性行為をすることは、 あの犯罪の始まりだとだから法律であのダメって禁止されてるみたいな,なんかそういう街があってでまあなんか、まあ、シルベスター・スタロンだったかちょっと誰だか、まあまあ、ちょっと忘れたんですけどまあその男と女がいてで女性の方がね「感知エッチしよう」みたいなね <laughs> 東京風に言うと <laughs>「東京ラブストーリー」でしたっけ ででなんんかその怯むんですよえっ、え、みたいな。ね、おおおーみたいな。でなんか女性の人がねなんかそのじゃあこれ,きこれつけてみたいなその機械みたいなね脳にねじゃあいくよっつって脳のなんかこうつけてでその刺激脳のなんかどっかに刺激してなんかそれを疑似体験してるみたいな感じになるんですよね。なんだこれみたいな。 でそ,そ,のその映画の最後のオチは結局生になるっていうね <laughs> やっぱ生いいですねみたいな,な,な女,女性の人がやっぱ生だな,そのな,なんかそのままル,ルールを破るみたいな,、ね、なそういう映画だったな思い出しましたねそう、うん、だからまあ時代が進むにつれてねあのリモートが当たり前になってなんかまあそ,ういうのその映画をちょっと思い出したんですけど まあでも生がいいんじゃないですかね。生がいいんじゃないですかね。だって生で生きてるんで、生物なんで、僕たち、そもそも <laughs>。そもそも生物なんで。ただ、この生物じゃなくて、そもそもあの生じゃなくて、なんだ、バーチャル空間メタバースの世界で。 生きるようになったらまあ全然そのそもそも自分の体が生じゃなくなったらあれでしょうねでも今現状としては生生物なんで僕たちはそう生物だから衰えるし劣化するし <laughs>、ね、デジタル世界でバーチャルで生きてたら劣化っていう永遠の良いしねエデンのそうエデンにありますからねうんどうなんですかねまあ今回は質っすかね 質そうなんかあの TikTok で VV まあ多分 VV 言わせてる人がい,い,いるんですよ。あのまあ青汁王子の青汁王子のあの番組にも出た若い子がいるんですよ。あのフェラーリなんかね青汁王子のなんか一つの動画の中で、ね、なんかそのフェラーリに乗ってる若者にインタビューをするみたいなね。 で、まあ、それやらせなんですけど、やらせっていうか、作り込んでるんですけど、多分、ね、だったかな。で、その子が TikTok やってるんですけど、その子の TikTok をちょっと見たんですよ、今日朝。たまたま出てきて。で、その子がね、あの、なんか、偏差値が30、何ぐらいだったけど、偏差値75と、偏差値40だったけど、偏差値75ぐらいまでアップしたみたいな。何やったかっていうと、なんだっけな。とりあえず朝7時から、 二十六時まで勉強するみたいな。ルーティン、そう、九ヶ月間やったら。偉大に受かったみたいなね。なんかそういう話だったんですけど、で。まあ、結局量だよねみたいな。<laughs> そう。お風呂は沸き,きましたね。なんか、湿度量ってね、まあ。あるんですけど。まあ、量ですね。うん。 寮,寮,ですよ <laughs> 寮からしか質は生まれないっていうかまあ寮じゃないですかねうん久保さんどうですかね僕は寮だと思いますねうん寮やらずして何あるんですかねだって僕はね堀江さんのは堀江さんに行くと僕はその 堀江さんがまだチャンネル登録10万人いってない時に思ったのが、あのライブドアのね、あ時価総額7000億とかね、あそこまでなんかバンバンテレビでやってたね、有名人が YouTube のね、チャンネル登録ね、10万人いってないのかと。でね、なんかメルマガ読者のなんか答える Q&A を1000本ぐらいやってて、1000本のっけやってて、で、10万人いってないみたいな、なんかそんなちょっと衝撃的で。 あこのクラスでも大変なんだなみたいなね。<laughs> だけど、千本ぐらいやってるわけじゃないですか。なんかそういうのを見て、なんだろうな。量,量をやらない人ってどうなのかなっていう思っちゃいますよね。なんかあのクラスが、まあ、あれだけやっててね。量をやら、そも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 量をやらない人ってどうなのかなっていう。<laughs> なんかね。 お前は何者だよみたいなね。<laughs> うんなん。でやんないのかなっていう。傲慢だなって思いますね。うん。で、ハードコート言ってるわけじゃないですか。量やらずして。まず量やってから言えよって話で。量やったら多分言わなくなると思うんですけどね。多分あのスキルつくし、身につくし、稼げるようになってるだろうし。うーん。 多分まあねあのまあ僕ほど多分動画やんないと思いますけど2万本動画撮ったら多分分かると思いますけど分かんないんでやらないからね <laughs>、うん、まあ久保さんもねライブね何千回もやったと思いますけど今もね朝ライブやってると思いますけどやったからこそ分かったことあるしやったからこそ手に入れたものもあるだろうしうん まあ、量ですね、すべては。まあ、すだから、すべては量じゃないですか。す、う、べ、ん、ては量だと思いますけどね。うん、なんか最近、その、全裸監督っていうね、ネットフリックスですごく、あネットフリックスの限定コンテンツの、 あのー、あるんですよで出たのがもう2年前ぐらいなのかな全裸監督っていうのは僕はネットフリックス契約してなくてで最近み全部見てまた今に昨日も見てて今あのリピートして2回目なんですけど <laughs> めちゃくちゃ面白いですねそうでなんか1回全部見終わった後役者の人たちのインタビューだったりとか全部今度見てで役者とかのインタビューを見て 裏,裏側というかね、撮影のと現場のと声ころだったみたいなね。で、また見てるんですけど、面白いですね、また。<laughs> だからその、主役の山田、山田、山田君、山田さん、もう役者20年ぐらいやってて、うん、なんかそれで、なんかいろいろ言ってましたね。いろんなことやってきて。で、そうそう。なんか面白かったのが、インタビューで、 その、まあ、あ全裸監督のオファーを受けたときに、なんだろうな。まあ、あいろいろか、まあ、その番組自体が、微妙、微妙というか、微妙、微妙というじゃあ、なんなんだ。番組自体が、ちょっとアダルトチックなんで、ね、うーん、どうなのか、みたいな。うーん。だけど、なんか、ま、あ役者魂じゃないですけど、それは役者だから。な、家族いるのかなあそう、家族、なんか子供もいるのかななんか、 なんかそんなこと言ってて、僕あんま詳しくないですけど。で、まあ、言ってたのが、その、なんかい、ちょっと考えたらしいんですよね。だから、これ、大人にな、子供とかが大人になったらどう思われるのかなとか。うん、でも、役、役は役だから、なんだろうな。まあ、それを含めて結婚したし、みたいな。 だからそれはまあ身内で説得すればいい話であってうんなんだろうなより多くの人にねエンタメを届ける方がまあそのうんそっちの方がなんか重きを置いてるというか家族よりその仕事というかうん なんかすごく役者魂というかなんか,そそなんかそういう話をしててねなんか考え方というか、まあ、どういうふうに考えてその役に、ね、入ったのかっていういきさつを聞いた上でまた見ると面白くてうんそうまああとね山田さんのそのいろいろなインタビューを聞いてるとなんかちょっとね似てるとなんか,か鹿児島で14年ぐらいなんか生活してたみたいですね山田さん 僕はあの山田さんは闇金牛島くんで結構ファンになったんであの,やあの役作りもすごくハマってるし闇金牛島くん、ね、3の映画に与沢さ,さん出てくるね <laughs>、うん、いやあれはねすごいですよほんとになんかねなんかいろんな人がやっぱ言ってるんですけどねなんか なんかその役者人のその意気込みがやっぱ違うというかなんかねすごいですねあれは面白いですねうんはいいってらっしゃい